参ります。テレビです。こんにちは。ということで本日はですね、なかなかインテレスティングな企画をちょっとねやっていきたいと思うんですけれども、過去にですね、羽生結弦さんのこう踊りをバレエダンサー目線でこう分析したら、ちょっと息切れすいませんそう、羽生結弦さんの踊りはこうバレエダンサー目線で見たらどういう風に映るのかっていうね分析動画を過去2回出してるんですけれども、じゃあ他のスケーターさんどうなのかなみたいな、まあそんな詳しくない人も知ってると思うんですけども、このフィギュアスケーターさんって結構そのバレエを練習に取り入れたりだとかするらしいんですけれども、まあ実際そのバレエをめちゃくちゃやっている人、もしくはちょっとかじってるぐらいの人、まああんまこうね、あの演技にちょっと違いがわからんぞと。まあ、もはやファンだけれども、なんかこの回転ジャンプが成功するかしないかぐらいしかわからんぞっていう人もね、まあ多いと思うんですよ。ということで本日はですね、いろんなスケーターさんをちょっとねこうバレエダンサー目線で見てみたら、どんな感じでね、まあ、違いがあるのかっていうか、まあ、気になった特徴っていうのをね、ちょこ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 僕が取り上げていくっていうような動画にしていこうかなと思いますので、ぜひぜひね、最後までご覧いただけると幸いでございます。なかなかインテレスティングだと僕は思うんですけれどもね、どうでしょうか。高評価ボタンお願いします。まずは一人目ですね。高橋大輔さんを見ていきたいと思います。日本人で初めてこうメダルを獲得したというね、まあ、まさにレジェンドなんですけれどもね。まさにこのメダル獲得した時のフリーですね。寝てます。あ、転びました。おっとっと。おっとっと、たらららららら。ちょっとここまで。まあ、この冒頭のこの世界観ですよね。うん。ここでね、寝てます。寝てます。起きました。ふわわ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 。おっとっと、転んだ。え、なになに ?I can't tell this is not my day. こんな感じでね、この冒頭で、あ、なんかこのね、おどけた、ちょっとおどけた感じのピエロな感じを、この世界観を作ってるのが、もうなかなか素晴らしいなと。でね、この細かい前向きが終わりました。で、その後ね、こう、スケーティングしながら、この転んだところを、なんかあんのかなみたいな、つまずいちゃったけど、なんかあんのかなみたいな感じで、ちょっとね、芸が細かい。二つ目、いきますね。ここなんですけれども、はいはい。どこだ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 ここ。タラララタラタラタタタタ。こう、フィギュアスケートを見たときに、こう、観客席がやっぱりこう、360度あるので、どこに注目を向けて踊ればいいんだろうっていうのをすごい気になってたんですけれども、なんかこう、審査員席がやっぱりこう、あるみたいで、うん。高橋大輔さんね、こう、くるくる回転終わりました。アラベスクで終わりましたで、しっかりこうね、審査員の方にね、顔を残してるんですよ。その後ね、審査員の方に向かって、タララタララ同系ならではの、ね、このオーディエンスをねちょっといじって、なんかこうおどける感じがこう360度ある中でもこういう風にねやっぱりこうあるんだなっていうのがちょっと気になった。でここですね。タッタララッタッタラッタララッタタタッタラ、最初のねなんかこんな感じのやつとか、こんな動きとかは結構こうバレエの同系役っていう中でもたくさん出てくる、振り付けになってくるので、それがね、なんかこう、ちょっとここに取り上げてるのかなっていう。ね、すごい感動的で、クライマックスですね。クライマックス、ダダダ、ラッパー、イヤッパン、パー、パン、タン、エンディーポーズ。That's it. バン。Alright.作品、このフリーのね、この作品を通しての、伏線回収みたいなところもあるんですよ。この最初のね、こう、世界観を作ってから、闇を見せました。光も見せました。で、最後闇で、また最後クライマックスですっていう、このね、作品を通しての、このね、伏線を全部回収してのここなので、観客からしても、あ、なるほどね、と。うん、納得、あ、スッて感情が、入ってくるっていうのがここで見て取れます。うん。でですね、高橋大輔さんね、実はね、アイスダンスって言って、二人でね、そうパドゥドゥみたいな感じで女性と踊るやつにも今ねこうチャレンジされているらしいんですけれども、そこをねちょっと見ていきたいなとね。タラララタララ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 ラ
Very interesting. これね、バレエ作品だからこそ、結構もう振り付け決まっているからこそね、じゃあこれをじゃあ表情でどう表現するかっていうのを僕ね、すごい気になって、まあ実際このシーンはね、どっちかっていうと、なんか、あ、悲しい。なんかもう本当、ごめん。なんか死んじゃったけど、一緒に踊って本当に、なんか ごめんね、みたいな感じで踊りなので、まあ笑顔とかはそんなない場所は箇所なんですけれども、ただね、そのパートだけをこういきなりね、この冒頭にぶっ込んでも、観客としては、いや、なんか、元気なさそうだけど大丈夫ってなっちゃうのって、バレエ作品はね、もう2時間以上あるのでね。そう、それをこのね、作品一気にこう、凝縮して、詰め込んでやっているのかなっていうのがちょっと伝わってきた。うん。やっぱこう、愛人関係にありますので、愛人同士のこの楽しい踊りっていうのを最初は表現されていて、どん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 ね、深みに沈んでいくのかなっていうのが、こう、ちょっと見えてきた。最初のね、このポーズですよね。あの、完璧です。完璧、はい、完璧にバレエです。はい。で、そこからね、下に下げて、だらら、上に上げる。これもね、これよくあるバレエの表現で、パーフェクト。女性をね、こうね、立たせるときに、普通の人はね、よっこいせと。よっこいせ。よっこい。よっこいせと。やるんですが、はい。This is definitely not Nikias Parade. はい。もう一回。Again, 一緒ラスパロパロ。バレエでは、ここでね、スッとこう持ち上げるんですね。はい。このね、表現も完璧です。7、8、10。1、2、3。はい。ここのシーンに関してはね、本当に純度の高いバレエです。次なんですよ。うん。なんかこのね、インドのアジア系の振り付けって感じ。おう、ここね。これね、習ってない人は肘が落ちてしまって、ここのね、肩円が外れてるだったり、ここがね、この回っている最中しっかりできていたので、しっかりちょこちょこね、このバレエのポジション、アームスポジションというのが見えてくるなっていうのは伝わってきました。あ、ちょっとね、まあ、高橋大輔さんを全てこうまとめますとですね、まあ、どっちかっていうと羽生さんみたいなこう王子っていう感じよりかは、バレエで言うとなんか王子がこうプリンシパルだとすると、デミキャラクターソリストって言って、まあちょっとなんかこうキャラクターが入った、あ、プリンシパルなんだけれどもちょっとキャラクターが入った人っていう位置づけになるのかっていうのがあって、王子はまあ王子なので、すごいこのね、世界観をこうね、こう振り出して生み出すっていうのは、味付けをするっていうのはこのデミキャラクターソリストの仕事になってくるので、で、見ててなんかこう引き込まれる、なんかちょっと芸術性あるよねっていうのは、まあ、多分そういうタイプのダンサーさんだからっていうのが、まあ、ちょっとね、見えてくるのかなと。次は宇野昌磨選手いきますね。これまたね、あの、また一味違ったダンサーさん、はい、スケーターさんっていうのかな、ちょっと言い方わかんないですけども、ここでね、気になったのがここですね。はい、1個目今してみましたね。ここです。これ、今飲みました。ラスラスで、渡り地して。ダバイ。アクション。カミン、つかみん。Here。ラス待って。私ね、ちょっと宇野昌磨選手って、もう本当に可愛らしい感じで、もう本当にちょっと、まあ、キャシャな感じで、可愛らしい踊りをするのかなっていうイメージがあったんですけれども、私がここで注目したのはね、お尻。お尻に注目しまして、意外とね、お尻とかね、この太もも周りの筋肉っていうのが意外とこう発達していて、今のね、三つ友ジャンプって普通にね、ここら辺の筋肉がなかったら多分転倒してたと思うんですよ。筋肉ってね、まあ意外とこう飛ぶっていうよりかは着地の時に結構ね、必要になってくるんですけれども、この着地の強さですよね。冒頭3連発でね、このこらえる感じになったので、結構ね、負担大きかったと思うんですよ。うん。だから後半大丈夫なのかなっていうのは思ったけれども、全然大丈夫。後半になっても滑らかに滑り続けることができるっていうのは、マソ。マソ。だ。And then, got a new friend. Does she love the dead knocking? まあ曲はね、どっちかっていうのはまあ、嫉妬に来るって一人でまあ踊ってますよみたいな曲なんですけれども、この可愛らしい見た目なのにこの大人な曲、このギャップにちょっと、絶景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 絶
Baby, you don't see me standing here in Oshimai と。笑顔です。ここなんですよね。解説者の方素晴らしい。いやー素晴らしい。ふうプロ。この凛々しい表情にめちゃくちゃね、やっぱこの応援してくなる可愛さ。うん。あとめちゃくちゃいい笑顔を持ってますよね。やっぱりね、こう観客としてもこう楽しんでいる人を見ると、やっぱりこの楽しくなるっていうのは、これね、僕心理学をちょっとかじってるのでわかるんですけれども、そうなんですよ。うん。これヒューって感じですよね。ってな感じでね、こう高橋大輔さんみたいにこの世界観を作って引き込まれつけるっていうよりかは、もうこの宇野昌磨です。うん、見てねっていう感じでこう引き込ませるっていうこの才能ですよね。これまたね、違ったこうスケーターさんだなと、表現者の方だなという、感じでございますね。宇野昌磨選手に関してはね、チャンネル、YouTube チャンネルをね、こうやってらっしゃいますので、ぜひぜひね、こうチェックして、見てみてください。やっぱこう宇野昌磨選手自体がね、こう興味深い方でらっしゃいますので、YouTube 見てください。3人目はですね、プルシェンコ選手。おー。はい、ここなんですけれども、私が注目してるのはアームスですね。うん。やっぱこう、ロシアンバレー式っていうのが、こう、色濃くやっぱこう、アームス上半身のところに出てるなと。まあ結構、羽生結弦選手だとか他の選手って、バレーでいうところのフランス式に近い。まあ、かいつまんでこう説明すると、ロシア式はね、ここがね、5番のポジションから2番に下ろすときに、そのまま肘を張って下ろすんですけれども、フランス式だとそのまま下ろして、ここから下ろして、ここでアンディオールをして、2番。で、2番、ごめん。で、ここからさらにアンディオールをして、下ろすって感じで、ね、まあ、なんかどっちかっていうとね、バレエを取り入れて踊っているっていうよりかは、なんかもう表情でこうバレエを踊ってるっていう感覚。そうです。ここですね。ヒーヤ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 。あんまりね、僕フィギュアスケートでイメージなかったんですけども、1番通って2番ポジションでスケーティングしてるんですよ。まあ見方によってはね、まあちょっと硬い感じで腕使ってるよねみたいに見えるんですけども、まあこのロシア式のね、このアームスの力強さとこのダイナミックさっていうのは、やっぱりここでね、ちゃんと表現されてありますし、で、次なんです。これですね。はい、これっと、はい、はい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 、はい。まあ普通になんか技術的な話になってくるんですけども、バレーでね、この死ねっていう技があるんですけれども、そういった時に、ちょっとね、頭を前に出すとやりやすいっていうのを言われていて、顔をね、つけやすくなるんですよ、こう、アクセントを。ちょっとね、アクセントをつけているからこそ、ここ、みたいな感じで、まあちょっと折りやすくなったりとか、回りやすさっていうのも出してんのかな。で、ここですね。たたたたってぃ。なんだこれって。なんだこれって。たらら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 、なんだこれ。っていう感じで、はい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 。で、この動画のね、それこそ、いや、これはね、わかんないですよ。それもそのはず。これね、ニジンスキーさんっていうね、伝説級のね、バレエダンサーさんの特徴的な振り付けを、こう入れられてると。ね、実際こうバレエやってる人ですら、いや、こんなんバレエじゃないよ、みたいな。こうバレエやってる人のさらにね、結構深めていった人じゃないとわからないぐらいの、振り付けになってきてるので、まあ、伝統舞踊全体によると思いますけどね、やっぱこう伝わりにくい。まあ、普通にこう見たときに、いや、なんか、わからないよねっていう。わからないよねっていうのは、それをね、ここに入れて表現してるっていうね。まあ、なんか、どこの次元で戦ってるのかなっていうのはね、すごいなんかこう、見て取れますね。で、どこの次元のっていうところで言うと、もう一つここですね。はい。いらっす。だ曲のね、本当に盛り上がるところで、バラのせい。はい。もうここはね、多分なんか飛んで回ってとか入れるんじゃなくて、だから得点に反映されてんのかなっていうのはすごい気になるし、いや、なんだろう。
原翔なのやめてもらってもいいですっていう感じでね、まあ、ちょっと冗談に言うのもちょっと、なんかアーティストとしてね見た時にちょっと嫌なんですけれども、あの一人でまあ鑑賞に浸ってね、いやこれ、いや芸術ですからこれバカにしないでください、わからない人わかんないでしょうね、うん、わかりませんよね、はい、僕だけわかりますけれどねとか言って、まあそれはそれでねちょっと痛いので、ラッシュラッシュエタラッシュ5 minutes after start、 ボタンはさておきね、もう本当にあの感動しました、はい。ということでちょっとね最後まとめに入っていきたいんですけれども、まあやっぱりねどうでしょう、こうバレエをこう取り入れたからといって、バレエのそれこそまあ本当に深みのところを表現したからといって、それがこう特典にちゃんとこう反映されてるのかってどうかっていうのは不思議なので、特典重視のこう最先端のフィギュアっていうのもまたそれはそれでね、まあ普通に競技であるので、うん、まあバレエが美しいからバレエが好きだからって言ってバレエしても全然勝てないってなったら、それはまあそれでまたねちょっとまあジレンマみたいな感じになって思ってるんですけども、プロシェンコ選手の、まあ、このロシア人のこの魂が受け継がれている感じっていうのはすごいいいなとも思うし、まあ、このバレエの一部っていうのをちょっとねちょくちょく取り入れて表現していくっていうのも、いいなっていうところで、そんな感じで見ておりました。はい、羽生結弦さんに関してはねもう分析動画を2回出してますので、ね、ぜひぜひあの動画をね、ご覧いただけたらなと思います。ということで、この動画が気に入ってくれた方は高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。第2弾もしくはまたこんな感じで似たような企画ね、フィギュアスケートに関しての企画とかやってみたいな、見てほしいっていう方はぜひぜひなんかコメント欄とかこの人見てほしいとかねありましたらお願いします。それではバイバイ。